延伸式圧縮機とは、機体を羽車からディフューザーに流し延伸方向に徐々に減速させることにより、運動エネルギーの変換が行われる圧縮機である。延伸圧縮機、延伸コンプレッサーともいう、ターボ圧縮機に分類され、多段化は難しいものの一段あたりの圧力比が大きいことが特徴である。通常は、制圧上昇の半分は羽車で、 残りはディフューザーで上昇するように設計する。作動原理は、連続的なエネルギー変換で、機体は跳ね車により、トルクを与えられ増速増圧し、ディフューザー効果によりさらに昇圧される。航空エンジン用など、圧縮機内の流速が速い場合、圧縮効率の観点から衝撃波の発生を抑える。必要があり、流路内のマッハ数は点八程度に抑え、 圧縮機出口の流速は秒速90メートル程度になるよう設計する。用途としては天然ガスのパイプラインの圧送用、大型冷凍機、空気分離装置、大型空気圧縮機、航空用のジェットエンジンなど様々である。一般的にジェットエンジンの文脈で解説されることが多いが、ガスタービン以外で見てみると多段式のものも多く存在し、各段で水冷による 中間冷却が行われる。この場合の動力は、蒸気タービンや電気モーターが使用され増速ギアを介して、羽車を駆動する。延伸式羽車の設計においては3次元カナダドルの登場や後軸加工の進歩などにより、流路の3次元化が進み、CFD による設計開発が盛んである。羽車流体にトルクを与える要素である。 目的に合わせて、軽向き羽、ね、後ろ向き羽が使用される。翼の上に、シュラウドがついているものもある。流路面積は、通常、底面では末広がりだが、翼の高さは低くなっていくので、全体としてそれほど、拡散動にはなっていない。流れは三次元的に曲がっており速度及び、圧力分布は極めて複雑である。よって、効率の良い流れを求めて、 流れの視覚化技術や CFD 解析技術の向上も模索されている。特徴としてさらに流れに垂直な方向にも圧力勾配が生じている。これは回転系から見ると、コリオリの力と流線曲率の定理の影響による圧力勾配が生じるためで、その結果翼の両側に圧力差が生じている。 羽車出口の収束は、専音速に達しているものもあるが、流速はスリップと呼ばれる現象などの要因によって減速し、ディフューザー入り口では、マッハ0.8程度の高和音速になるように設計される。加工方法は切削加工、精密鋳造、炭造などがあり、所要の目的に応じて選択され、材料は、タン合金やアルミ合金が使用される。 固定流路流れを整流するケーシングやガイド、減速して昇圧するためのディフューザーなどの要素である。流れを転向あるいは変速させるところに翼型を用いるのは流れの剥離すなわち圧力損失を抑えるためである。その他の流路形状によっても様々な損失があり精度よく見積もることが重要である。例として、吸い込み流路、戻り流路、案内バネ、クロスオーバー、 円形翼列、案内バネなしディフューザー、ボリュートなどがある。様々なものがある中、特に重要な要素を挙げると、大きな荷重を受ける軸受け、漏れを抑える軸風装置、ガイドベーンを動かすリンク機構などがある。第二次世界大戦中より本格的な開発が始まったターボジェットエンジンに関して、その圧縮機に注目するとイギリスは、延伸式、ドイツは、 軸流式が中心であった。その後、遠心式は、タン合金の登場や航空技術の進歩と、相まって大きな圧力比が実現できるようになった。以下、航空用の観点からもう一方の代表的な圧縮方式である、軸流式圧縮機との比較で記述する。ありがとうございます。